元気ね。はい、ご飯ですよ。仲良く食べるのよ。ですか？もしかしてあなたは中学の時一緒だった？やっぱり嬉しい。会いに来てくれたんですね。とっても嬉しいです。私なんか覚えていてくれて。もうあれから3年も経つんですね。私にはとっても長かったですけど。なんでもありません。え？やっぱりそう思いますか？そうなんです。この辺りの森や山もどんどん開発されちゃって、小鳥たちのねぐらも少なくなっちゃってるんです。小鳥の数自体も減ってしまって、私何もできなくてごめんなさい。再会したばかりで泣いたりしちゃって。はい。また来てくれますか？よかった。気をつけて帰ってくださいね。もしもし。まなみです。お元気ですか？最近お話ししてないからって思ったんですけど、今日もお留守みたいですね。ごめんなさい。あなたの声が聞きたい。電話待ってます。はい、杉原です。あ、よかった。本当に電話してくれたんですね。嬉しい。え、会いに来てくれるんですか？嬉しい。今度の木曜日はどうですか？本当ですか？よかった。私楽しみにしてますから。はい。気をつけて来てくださいね。それじゃあ私待ってます。こんにちは。はい。あなたに会うのがとっても楽しみだったから。本当ですか？嬉しい。本当に来てくれるなんて、なんだか夢みたい。
うちの庭を散策するの私大好きです。木々の緑に囲まれて鳥たちの歌を聴いているととっても気持ちが落ち着くから。ええ私の部屋からここまでよく見えるんですよ。私あの頃いつもあなたがこの道を登ってくるのを楽しみに待ってた。ありがとう。どうかしましたか？だって急に黙り込んで。そうなんですか。あの頃はあなたが来てくれるのを本当に楽しみにしていたんですよ。ありがとう。とっても楽しかったです。はい、もちろん私楽しみに待ってますから。それじゃあ元気で。はい、私も会いたいなって思ってたから。今のはそのただのしゃっくりです。ごめんなさい。いいんです、心配してくれて嬉しかったから。ごめんなさい、紛らわしいことをしてもう止まりましたから。でも心配してくれたのに嬉しいだなんて、私本当ですか？あなたと一緒に過ごせる時間だから大切にしないと。本当に、そんな悪いです。そんな違います。ただ私は、あの、じゃあ、はい、私もあなたと少しでも一緒にいたいから。ごめんなさい、こんなところまで送ってもらって。帰り道大丈夫ですか？はい、あなたも元気でいてくださいね。あの今日は一緒にいられてとっても嬉しかったです。本当にありがとう。
気をつけてくださいね。はい、電話待ってますね。あ、来てたんですか？本当に嬉しい。私も会いたいなって思ってたから。今日はお天気もいいし、少し遠出してみませんか？はい。あ、でもダメなら。はい、よかった。シーフードレストランみたい。私はあんまり。あなたは空いているみたいですね。それじゃ入りましょうか。はい。お口の周りにソースが。なんだか子供みたい。でもそんなあなたを見てるだけで私も元気が出ます。はい。楽しみです。私まだ近くで見たことがないから。角度で橋を見上げられるなんて。とっても楽しかった。潮風が気持ちよかったし。全然乗り物には弱いけど、あなたがそばにいてくれると大丈夫みたいです。本当ですか？よかった。あの今日はとっても楽しかったです。あなたはどうでしたか？よかった。あ、くれぐれも気をつけて帰ってくださいね。また来てくれたんですね。ごめんなさい。なんだかあなたの顔を見たら急に胸が苦しくなって。なんでもないんです。ごめんなさい。ここ中学の時にも来たことがあるんですよ。私ここにいるから。みんなどいて。大変、体温が下がってる。すぐに温めてあげないと。私が直してあげるね。きっと
大空を飛べるようにしてあげるから。どうしたんですか？なんだかぼーっとしてたから。はいはい、あなたも覚えてたんですね。よかった。今日はありがとう。とっても楽しかったです。はい、もちろん私楽しみに待ってますから。それじゃあ元気で。はい。あ、来てたんですか？私も会いたいなって思ってたから。今日は暑くなりそうですね。はい。でもちょっぴり不安です。いえ、なんでもありません。はい、あの半島の先の方ですけど。私、そろそろ着替えてきますね。そんな、知りません。お待たせしました。どうかしましたか？もしかして変ですか？嬉しい。ありがとう。私はやっぱりやめておきます。はい、リルゲを。ごめんなさい。ずいぶん暑くなってきましたね。私、はい。そんなに引っ張らないで。もう、それじゃ少しだけ。一つ聞いてもいいですか？どうして私を海に誘ってくれたんですか？嬉しい。私、今日のこと一生忘れませんね。今日はとっても楽しかったですね。来年の夏もまた来れたら。はい。嬉しい。本当ですか？よかった。くれぐれも気をつけて帰ってくださいね。あ、来てたんですか？
本当に嬉しい。私も会いたいなって思ってたから。はい。小鳥がいっぱい。でもなんだか少しかわいそう。この子たちもカゴの中から飛び出してきっと大空を飛びたいはずなのに。私、もしリッチちゃんが元気になって空高く巣立っていってくれたなら、頑張って毎日学校に登校する。よかった。本当に。どうかしましたか？あなたも覚えててくれたんですね、あの時のこと。嬉しい。きっと元気だと思います。今日はありがとう。とっても楽しかったです。はい、もちろん。私楽しみに待ってますから。それじゃあ元気で。はい。教えてくれればよかったのに。今日はお友達と一緒なんです。はい、私もとっても残念です。はい、みんなはいろいろとお目当てがあるみたいで、私はペットショップを覗いてみたくてついてきちゃったんです。お友達と一緒に過ごすのも楽しいものですよね。私がそんな風に思えるようになったのも、みんなあなたのおかげ。だって、あ、いけない。みんなが呼んでる。はい、待ってますから。私も会いたいなって思ってたから。あの今日はいいお天気だし、栗林公園でゆっくりしませんか？よかった。ええ、なんだか元気な気持ちになれますね。もしかして楽しくないんじゃ。だって普通のカップルはカラオケボックス行ったりとか、スポーツをしたりとか、いろんなデートをするみたいだから。私はスポーツはできないし、空気の悪いところも苦手だし。ごめんなさい。
つまらないですよね。ありがとう。嬉しい。なんだか怖いですね。はい。ありがとう。優しいですね。ここに来るとなんだかすごく心が落ち着くんです。こうして木々の緑と水面を渡る風を感じているだけで、それにあなたと一緒だともっと心が落ち着くみたい。今日はとっても楽しかった。あなたはいつも優しいから、私どんどん甘えてしまいそう。なんだか怖い。なんでもありません。これからも優しくしてくださいね。よかった。くれぐれも気をつけて帰ってくださいね。パパ、私たちの席はもっと前の方みたい。私は家族旅行なんです。早く飛ばないかな。なんだか飛行機に乗るのって楽しくてすごくドキドキしませんか？私あの景色が大好きなんです。早く見たいな。ごめんなさい、子供っぽいですよね。私は飛行機が飛ぶ瞬間のあのふわっと浮いて地面がぐんぐん遠ざかっていく時の、なんだか身も心も軽くなっていくみたいな感覚が大好きなんです。いけない。もう自分の席に戻らないと。あの、それじゃまた高松にも来てくださいね。はい、楽しみに待ってます。私も会いたいなって思ってたから。ええ、私寂しいのは苦手です。泣き虫だから。あの時もとっても寂しかった。あの覚えていませんか？あの約束。ほら、ピッチちゃんが元気に飛び立てたら、私もちゃんと学校に行くようにしますって。あ
なたと約束したでしょ。褒めてくださいね。私ちゃんと守れたんですよ。だってあなたのメッセージが毎日私を励ましてくれたから。ピッチちゃんが巣立った翌日、元気に登校してきた私に先生が教えてくれたんです。あなたは今朝転校していったって。もういないんだって。私悲しくて寂しくてどうしようもなくて、教室で一人自分の机で人知れず泣いていたんです。だってあなたにさよならさえ言えなかったから。でもそんな時見つけたんです、私の机に彫られてるあなたからのメッセージを。頑張れの一言だったけど嬉しかった。最後まであなたが私を心配してくれてる気持ちが伝わってきたから、それからは毎日どんなに辛いことがあってもあのメッセージを見て頑張れたんです。学校に行ってあの机を見れば毎日あなたに会えるような気がしてたから。あの今も変わってませんね。私は未だに優しいあなたに励まされてばっかりだから。あの時伝えられなかった私の感謝の気持ち、いつかあなたにちゃんと伝えられる日が来るといいな。あのごめんなさい、今日はここであなたを見送りたいから。はい。あの私のことなら心配しないでください。一人でも平気だから。島に行ってみませんか？ダメですか？よかった。私も昔読んで先生に憧れたりしました。せっかくだから入ってみましょう。まだまだこの辺は鳥たちの数が多いみたい。あ、オリーブですね。ほんと、いい香り。あ、まだ無理ですよ。
ちょっとそっちに寄ってもいいですか？ありがとう。あなたが横にいてくれて、私なんだかすごく心強かったです。この辺は高松に比べてまだまだ自然がいっぱい。そんなことありません。どんどん森や林がなくなって、たくさんの小鳥たちが住処を失っているんです。私の家のすぐそばでも。でも私自分では何もできなくて、私なんて本当にちっぽけで無力だから。え？自分にできること？そうですよね。泣いてたって何の解決にもなりませんよね。ありがとう。私、小鳥たちのために自分で何ができるのか考えてみます。大丈夫です。だってとっても楽しかったから。私頑張ってみますね。こんな私にも何かできることがきっとあるはずだから。はい。ごめんなさい。またしばらく会えないのかと思ったら急に。気をつけて帰ってくださいね。また会える日を楽しみに待ってますから。見つけられたから、私にもできること。これで大体終わりですね。ごめんなさい、あなたにも付き合ってもらっちゃって。はい、あなたに言われて考えてみたんです。自分が小鳥たちにしてあげられることは何なのか。それで小さいことかもしれないけど、何かしようと思って巣箱を。はい。気をつけてくださいね、はしご。しまったのに、この木にこの子の巣があるはずです。見当たりませんか？やっぱり。大丈夫ですか？よかった。どうなることかと。どこか痛いところはないですか？また落ちたりしたら。私がやります。はい。この子のために私にもできることをやらなくちゃ。でもやっぱり怖いから、ここで見ていてくださいね。もう落ちたりしちゃダメよ。ちゃんと怪我を治してみんなと一緒に元気に育ってね。
かったけど、でもあの子たちのためなら、それにあなたが見守ってくれていたから。あ、立てますか？あの私の肩につかまって。はい、行きますよ。なんだかいつもと逆。私がこうしてあなたの役に立てるなんて、私とっても嬉しい。はい、あなたも帰り道気をつけてくださいね。はい、きっとまた。仕事で東京に行くって言うから、私無理を言って。はい、あの迷惑でしたか？よかった。あのもしよかったら、どこか案内してもらえませんか？よかった、お願いしますね。私パンダって初めて見ました。とってもかわいい。高松にもいたらいいのにな。わー、鳩があんなにたくさん。私ご飯をあげてきます。ごめんなさい、ちょっと疲れちゃって。でももう大丈夫です。私嬉しくて、つい東京に、あなたが住んでいる町にずっと来たかったから。今日はごめんなさい、いきなりだったのに。はい、待ってますね。あの、それじゃあ、はい、さようなら。わがままを言って。はい、この子でもう10話目なんですよ。はい、あなたと一緒にピッチちゃんを空に返してあげてから、私一人で小鳥を保護して、たくさん森に返してあげるようになったんです。小鳥たちは自分で物を言えないから、私が助けてあげないとって思うから。絶対に私が直してあげるね。きっと大空を飛べるようにしてあげるから。そんな。元気を出しなさい、ピッピちゃん。ほらね、もう大丈夫だから。あなたはもう飛べるはずよ。
なんだかあの時と同じ。あなたと二人で初めてピッチちゃんを空に返してあげたあの時と、あの全部あなたのおかげなんです。私がこうして自分でも少しは何かの役に立てるっていう自信を持てるようになったのはすごく嬉しかった。それまでの私は誰の役にも立てない、人に迷惑ばかりかけてる、そんな人間だって思ってたから。でもあなたが教えてくれたんです。自分では空を飛べなくても人が飛ぶ手助けはできるって。こんな私でも誰かにとっては必要な人間になれるってこと。ありがとう、嬉しい。私もう泣き虫は卒業することにしたんです。あなたの負担にはなりたくないから。あなたにだけは嫌われたくないから。だから大丈夫、これからは一人でも本当に今まで勇気をありがとう。私ずっとあなたにお礼を言いたかった。その夢が今日叶ったからもういいんです。あの時伝えられなかった私の感謝の気持ち、いつかあなたにちゃんと伝えられる日が来るといいな。あなたには私なんかよりもっと素敵な女の子がいるはずです。どうぞ私のことはもう、だって私なんかあなたに何もしてあげられないし、そればかりか、いつも励ましてもらってばかり、やっぱり迷惑ばかりかけてるから。でも一つだけお願いです。今日だけはまだ泣き虫のままでいさせてください。もう少しだけ。あの突然こんな手紙を、ごめんなさい。電話をする勇気がなくて手紙を書きました。この前はあんなことを言ったけど、どうしてももう一度だけあなたに会いたいんです。会って話したいこともあるから、お願いです。いつまでも待っています。よかった。はい、それは はい、私昔から鳥になりたいって思ってた。鳥たちは自分の翼で自由にこの大空を飛ぶことができるから、
るし、手助けが欲しかったんです。飛び立つための、弱い私を卒業するための。ごめんなさい。差出人の書いてないあの手紙、私が出したんです。ごめんなさい。ありったけの勇気を出してあなたの家まで行ったけれど、最後に会う勇気まで渡せなくて、それで。私、あなたが好きです。涙が出るほど好きなんです。泣き虫は卒業するって決めたのに、どうしてもあなたは卒業できない。どうしても忘れられなくて、切なくて、たまらなくて、この気持ちをあなたに伝えたかったんです。たとえダメでも。嬉しい。ごめんなさい。泣き虫はもう卒業したはずなのに。嬉しくて涙が止まらなくて、本当に私なんかでいいんですか。嬉しい。もう心配しなくていいんですね。あなたがどこかへ行っちゃうって。はい、私もあなただけです。しばらくお別れですね。はい、でも約束破っちゃダメですよ。私はもう元の弱いまなみに戻っちゃったんですから。だってあなたが守ってくれるって言ったから。あ、それからこれを。持っていてください。私はそう思うだけで幸せだから。あの最後にもう一度抱きしめてください。はい、だって寂しいから。あなただけをずっと。体に気をつけて、毎日電話するから。